川越市役所の斜め向かいにあるグリーンコーヒーは観光客に人気のコーヒーショップ。この店を経営する地元出身の大谷周平さんはユニクロで店長まで務めた後、コーヒーショップの魅力に気づき、スターバックスコーヒーに転職。独立して2016年にグリーンコーヒー1号店をオープンしました。仕事が終わってからこう近くのこうカフェに行って仕事をするようなこう日々が続いてたんですけども、3日ぐらい通った時にレジでスタッフさんに、いつもブラックコーヒー飲んでますよねって、で甘くして飲みますよねっていう話をされて、あそうですって言って、よかったら甘いコーヒーお好きでしたらこういうコーヒーありますよって言って、スタッフさんがバニラシロップっていうのをこう入れて、でラテを出してくれたんですね、こう牛乳入りので、まあそれを飲んだ時にすごい美味しかったですし、なんていうんですかね、お客様のことをやっぱり見て、そのなんでしょうね、お客様に合ったこうサービスをしてくれるっていうことにすごくこう感銘を受けて、でその次の日に行った時に、まあ、別のスタッフさんがレジにいたんですけども、そのスタッフさんももう自分のことを知ってて、今日も同じバニララテでいいですかっていうふうなことを言ってくれたんですよね。でその時にすごいなって思って、コーヒーをこう通じたサービスっていうものですごくこう元気づけられたっていうか、まあ、それがすごくきっかけでコーヒー業界に入ろうと思った理由ですね、はい。グリーンコーヒー元町1号店では出店にあたって観光客でにぎわう川越ならではの店作りを行いました。川越の観光でいうと、その車とかで来られる方たちの入り口になっている方角という方向なので、やっぱりなんていうんですかね、ちょっとこう待ち合わせに使ったりとか、あそこでコーヒーちょっと買ってこう街にこう繰り出していくような、歩きながらこう飲んでいくようなっていうところがこうイメージとしてあったので、まあ、客席はやっぱり少なくてもいいかなと思ってて、本当コーヒースタンドっていうか、いろんな多種多様なコーヒーを、まあ、お客様がこう手に持って街にこう出ていくようなっていうイメージを持って作ったお店ですね、うん。メニュー構成についても独自の展開を行っています。イメージは和製のスターバックスというか、やっぱり日本のその育った文化の喫茶店で育ってきたようなこう文化の商材とか、例えばクリームソーダであったりとか、まあ、昔ながらあるような商材っていうのをまあおしゃれにこうもう一回復活させて、またオリジナルのこう氷使ったフローズンドリンクとかってそういうのも作りましたし、あとはそのやっぱりコーヒーだけっていうのではなかなか難しいところもあって、まあ、コッペパンであったりとか揚げパンというものをこうコーヒーと一緒にこう組み合わせて食べ歩きができるような、まあ、そういったこう商材をこうちょっと作っていこうと。注文を受けてから揚げ始める揚げパンは元町1号店だけで平日200個、休日には500個売れるという人気商品です。その中でアンバター揚げパンのあんは創業240年という地元の和菓子の老舗亀屋さんとコラボしたものです。グリーンコーヒーさんも新しく始まったお店で非常に店舗数も増えてますし、若い方にも非常に支持を受けておりますので、そういったところとコラボレーションして何かを作る、非常に面白い取り組みだなと思いまして、コラボレーションをさせていただくことになりました。 SNS であったりといったところで、これまで亀屋の客層にない若いお客様が亀屋はこういうあんこを作っているのを知っていただけたということは非常に素晴らしいことだと思っております。コーヒーにもこだわっていて、専用の焙煎所で細やかな温度管理を行い、常時9種類ほどのオリジナルコーヒーを焙煎しています。飲みやすいコーヒーっていうのを意識してて、なんか自分が好き嫌いっていうよりもお客さんがどう思うかなっていうことを考えながら、なんか仕入れの段階からそういうのを意識して、まあ、買い付けもするようにして、そこから焙煎も意識的にそういう飲みやすいのは作ろうと思ってます。コロナ禍でお客さんが激減した時には、自家焙煎を行っている川越のコーヒーショップのドリップパックを集めた川越コーヒーセレクションという商品を考え販売しました。川越のこのコーヒーマップっていうのを見ながら、このいろんなお店のやつをこう飲み比べして、コロナが明けて川越に遊びに来れるような時が来た時に、まあそういえばここのコーヒー飲んだなっていう形で遊びに来てもらえるような商材を作ろうっていうところが
が始まって、できるだけこう各コーヒー屋さんに利益が残るような形で、そういう商品を作りたかった。お店の空間作りを大切にするグリーンコーヒーでは、古いビルをリノベーションした東洋ビル店や、最近オープンした伊佐沼グリーンツーリズム店では広いテラス席を設けるなど、個性的な店舗作りを行っています。まあ、1号店に関しては、ああいうコーヒースタンド型 のドリンクを提供する場所 で東洋ビルなんかはその焙煎に特化した場所なので、こうちょっと工場っぽいイメージを持ったお店作りをしたりとかで、伊佐沼とかそうグリーンツーリズムのところはやっぱり芝生が多かったりとか、ああいうなんていうかね、抜けた空間なので、まあそういったちょっと開放感のあるようなお店作りっていうのをこう心がけたりとかっていうふうなのはしてます。はい、来店した人が笑顔になるという意味を込めて名付けられたグリーンコーヒーは、川越以外でも深谷花園プレミアムアウトレットに出店するなど、現在7店舗。地元にしっかりと根を張りながら、さらなる展開を目指します。観光地ということで、関東近郊のお客様が多数いらっしゃるので、まあ、それだけでもこう認知度というか、まあ、そういうのも高いですし、まあ、グリーンコーヒーの商材とかお土産を買ってこう地元に帰ってこう手土産で配ってくれたりとか、そういう拡散性っていうのはものすごく強い場所なので、まあ、本年度に関しては大型店 2,3 店舗ちょっと切り替えていく計画があるので、まずそれをしっかり達成させて、まあ、しっかりとこう地元で基盤を作って、でこれそれからこの夢としてはこう全国に大型のグリーンコーヒーっていうのをこう展開していくのが夢であります。グリーンコーヒーについてご覧になっていかがでしたか？そうですね、コーヒーはもちろんのこと、あんバター揚げパンがすごく魅力的でしたよね。美味しそうでしたね。はい、でビジネスに関してはとてもマーケティング上手ですよね。はい、川越のメリットである、その町としてのブランド価値であるとか、食べ歩き文化で、そして情報の拡散性などをうまく活かしていて、はい、でかつコッペパンなど昭和レトロ感のある商品と、店舗によって雰囲気はガラリと違うようなお店作りなので、まあ、いろんな店舗に行ってみたいという消費者の気持ちに働きかけると思います。ベースにはやっぱり大谷さんのコーヒーを介してお客様を笑顔にしたいという気持ちがあるんだと思うんですけれども、まあ、今後ともどんな店舗が登場してくるのかとても楽しみですね。そうですね、私もとても楽しみです。以上特集でした。